建福アートと地酒のコラボの発表会へお越しくださいましてありがとうございます。この地酒シリーズを通して建福の食の魅力っていうのを一緒に PR できていければなと思っております。でやはり海の方は海の料理に合うような味に歴史的になってるだと思いますし、山の方は山の味に合うような歴史があると思いますので、古い歴史なので、そこら辺で建福の料理ですね、海の幸の料理、あと山の料理に合う、結局つまみ何玉ぐらいですか。でもあれもだけど高さ言っちゃいけないってこと。うん、生ですね。どこでだ、かわやかな、国内にとどまらず海外からも来ていただけると思ってまして、そちらの方で地酒を通して茨城県の食を PR できたらなと思っております。